D.E. リッチモンドはアメリカ合衆国オハイオ州シェフィールド出身のプロ野球選手。左投げ、打席左右は不明。MLB 史上初の完全試合を達成したことで知られている。ブラウン大学に在学していた1879年、リッチモンドは在学のままウースターのマイナーリーグ球団にも所属していた。左投げからのカーブを得意としていたリッチモンドは、 この年、キャップ・アンソンが率いるシカゴ・ホワイト・ストッキングスとのエキシビションゲームで7回打点で中止になるまで無安打に抑える投球を披露した。同年ボストン・ベッド・キャップスに投手として入団し、メジャーデビュー。ボストンでは1試合だけに登板し、11個の三振を奪って勝ち投手となっている。翌1880年から3年間は、 ウースタールビーレッグスに所属しチームの主力投手となる。1880年は66試合に登板して32勝32敗、防御率2.15の成績を残した。また、救援投手を務めることもあり、この年3つのセーブを挙げたことが、後の試合記録からわかっている。1880年6月12日、ウースターで行われたクリーブランドブルースとの試合で、 MLB 史上初となる完全試合を達成した。この試合でリッチモンドは5つの三振を取り、外野へ飛んだ打球は、わずか3つしかなかった。そのうちの1つは、右翼死から一塁への送球で打者をアウトにした、ライトゴロであった。味方のウースターもこの試合は3安打しかできず、5回に、上げた1点も相手エラー絡みで上げたものであった。1881年にも25勝を上げたが、 1882年には腕の負傷から大きく成績を落とし14勝33敗の成績だった。同年ルビーレックスが破綻したのを受け、1883年にはプロビデンスグレーズに移籍したが、当番は12試合にとどまった。もともと医師になる志があったリッチモンドは医学の勉強を続けるための学習を野球で稼ぐつもりだったようで、 この年を最後に26歳で一度野球から身を引いた。3年後の1886年に現役復帰し、新シ,シナピから数試合に出場するものの、それ以後リッチモンドは医師としての人生を歩み、晩年には大学の教授を務めた。1929年にオハイオ州で死去。数字の後のは記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。